薬師寺道夫君後ろクラブの薬師寺道夫でごござざいいまますす今日どううもありがと私も今あの、質問の中でも学ぶべきことがあったんではないのかなと思って聞いておりました、あの私は産業医をやっておりますので、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、まさに相談窓口でございます、あのしかし、こうやって相談を受けたとしても、結局その後もうここで止めといてくれっていう。 方々やっぱりすすごごく多いございますじゃあ相手とっていうことになったり調査をってことになったらなかなかそこまで踏み込めないからですからあの、本当にその,あの実は我々が思っている以上にその現場ではもっと多くの被害を生んでいるんだなということはあの私も肌感で感じているところでございますですからあの、まあ、今回は、まあ、事業者の、まあ、措置義務というものが課される。でも それだけでは私は不十分ではないかと思っておりますですからもう少しその怒ってからというよりも怒らないようにするためにはやはりどうしたらいいのか 厚生労働省などでも、あのしっかりとそのグッドプラクティスなどを横の展開したりとか、こういうこと、ああいうことということのさまざまきめ細やかに、私は今後、指導していく必要があるのではないのかなと思うんですけれども、そのあたりのところ、あの井上参考人、と朝倉参考人、そして津田参考人、もしアイディアございましたら、教えていただいてよろしゅうございますではまず、井上参考人。はいいありがとうございます あのやはりその人権問題としてこの課題をどう捉えるかというのを、えー、企業に入る前のところからしっかりと教育をすることが必要ではないかというふうふに思います加えて企業の中で人権やあるいは男女平等あるいはハラスメントに関して対応しない企業はあるいは投資から外されるとかですね、えーえー、世界から淘汰される動きがありますのでその意味でも企業にとってのリスクは高いものだというふうふに思いますので、えー、従業員あるいは役員 すべての人たちがきちんとこのハラスメントに関する理解認識やってはならない,いけないことなんだということを教育する必要があるんじゃないかというふうに思います。 はい朝倉参考人ありがとうございますあの先ほどちょっとえっ、ー、といろいろ端折って申し上げたんですけれどもあの津田先生のあのご発言もあったので少しあの海外のですね事例を申し上げるとベルギーに2007年に労働における暴力ハラスメント法という法律がございますでそれによるとですねやはりあのハラスメントの定義というのがそこでなされていますけれども企業の義務としてあの例えば先ほどからあの皆さんおっしゃった 第三者からの,あのハラスメントですね、そういうものも、です、ね、行為記録として残せという、そういう条文もありまして、つまり急にそれに対して企業が対応できなくても、ですねあの従業員がそれを第三者からハラスメントを受けたということも、きちっと行為記録に残して、ですね将来的な参考にせよというような条文があったり、ですねそれからやはりあの、被害者に対してはあの、行政的な救済手続きとして、あの さまざまざな司法救済ではできないようなさまざまな損害賠償も含めますけれども使用者に対して例えば。 あの解決を請求する権利とか、ですねそれから保護や原状回復措置とか、相談支援とか、それからケアを求める、治療をしてほしいって、ケアを求める権利だとか、それから仕事を休みたいといって休む権利とか、まあ、そういうその労災認定をしてもらうための権利とかですね、そういうさまざまな、ものすごくいろんなあの、えー、措置といいますか措置、同じ措置義務の中でも、もっともっと日本よりも幅広い措置義務というものが、 定められていますので、まあそういうこともご参考になるかなというふうに考えております。以上です。はい、では次にですか。の次参考に。えっ、ー、と予防にどうするかということですね。これだあの大変難しい問題でして私もあの。 裁判をやっても、ね、結局、原告の人にとっては本当の回復にならないし、救済にならないので、実はあの講演なんか頼まれるとです、ね、裁判っていうのはあんまり、私が言うの変だんですけど、役に立たないですよと、それよりは、もし本当にお金をかけるんであれば、企業であってもです、ね、予防にお金をかけてほしいというふうに思うんですが、その時にですに、ね、やっぱり、セクシュアルハラスメントはなんなのかということを基本的に、あの 教育するというですかねそういうものがないとおざないのことをやっていてはしょうがないんじゃないかというのを私は思っているんですで、これがだから本当に深刻な解決すべき問題であるということをどういうふうに企業もそれからあの従業員もですね理解できるようなそういう内容の研修をすべきだというふうに私は考えているんですねそれで自分が言われていったときもですね私の話を聞いて今日研修したからいいというんでは困りますよとそんなもんではないんだからこれは単なる入り口だからもっとあの 本格的な理解に進まないとどうすれば予防できるかという理解にも進まないでしょうと。 うんと連続して中身のあるものをどういうふうにやっていくかということも考えていただけなければいけないと思うんですねですから例えば窓口の設置の問題ってあるんですけれども窓口作ればいいって問題じゃないんですがでも窓口作って作っていることになるわけなんですよねでそこに窓口に座っている人がセクシャルアラスメントについてどういう考え方を持っているのかということをきちんとチェックしないと窓口作ったというか単なる言い訳になってしまうのでそういうことも含めてですねこれに関わる人が本当に人権問題だと いう認識を深く深くしてもらうにはどうするのかと、そのためにはやっぱり、えー、教育というか、勉強というか、そういうことが必要になってくるんだろうと思いますし、それから今、桜倉も言われたように、外国の例をですねもっと真剣に私は参照した方がいいというふうに思います、日本の中だけだったら、なんだか行き詰まったような感じになるんですけどそうじゃない国があるわけなので、どうしてさっきどなたかおっしゃいましたけれども、どうして他の国ではできているのかということを考える必要があるんではないかと思くしじみちお君。 ありがとうございます。本当にあの勉強になります。まだまだこれがの入り口だと思っております。 あの、それに当たりまして、あの、竹内参考人、和島参考人にもお尋ねをさせていただきたいと思います。まあ、今回、その女性活躍の方でも、結局、そのポジティブに、こう、アクションを起こしていくための一つの、あの、ものとして、様々なこう指標なども、ま、今後、定められていくんではないのかなと、私は考えております。東先生おっしゃったように、エルボシ認定というのが、さらに、私は、企業にとって利益があるものと、 いう形で作り込まれるべきだ、と考えておりますけれども,でも竹石参考人、和島参考人に関してはそのインセンティブをどのような形であの作り込んでいったらさらに企業側として褒めてもらうというだけではなくあのもっと取り本気になって取り組もうとですま,まさにそ,のそれからパラも同じようですよねあのそういう考えに至っていただけるのかというもし知恵がございましたら教えていただけませんでしょうかお願い申し上げます、はい、じゃあまず竹石参考人。はい はいえーとまあ、企業のインセンティブということで、今の仕組みはエルボシというのがございます、であの先ほどのご質問の中でも、あの求職者はどう見てるのかというお話があったんですが、私はの大学で学生たちには、エルボシとかクルミンというのは大変企業の,あの人事管理を見る上で重要な指標なので、それを見るようにと若い学生たちには申し上げており、多分、多くの大学でそういう指導が行われていると思います。とということで でいうとあの結構、若い学生たちはエルボシとかあのクルミンよく知って、えー、そこを注目しているというのが1点ございます、それからあの女性が活躍するというのはやはりその企業のこれからの人材活用策として大変重要な、えーとまあ、ダイバーシティ経営ですとかそういう中で重要な施策になっていくということの理解をきちんと進めるということが大変重要であの、まあ、女性の,その福祉的な視点から女性の活用を進めるのではなくもう企業経営にとってこれは不可欠なことなんだと。 いうことのご理解をしていただくということがまず重要かなというふうに思います、そういうことをあの実際にそういうあのデータであったり、エビデンスであったり、あるいはそういう企業の事例というのが、広く普及していくということが、企業のインセンティブにつながるというふうに考えております、以上です輪、はい、島参考人、はい。ありがとうございます。あのおまあ、あんまり近道といいううのののはななかかももしししれれせんけれどもしかしながらの採用の場で言うと 働き方改革というふうふに言われてておりましてでその点でいうとあの学生の方から面接の時にですね例えば時間外労働はどれぐらいありますかとかちゃんと休めるんですかとか、まあ、育児休業とかですねあのそういうような意味合いで、えー、と企業の方にまあ,あの ま晒されるって言いますか、チェックをされるっていうような場面が、まあ最近は非常に多くなっているのではないかというふうに思います。で、まあ人事の担当はそこで常にあのいい人を取りたいというようなところから、やはり企業内の状況をきちんと対応していかなきゃいけないというふうな。 こうインセンティブになるわけですから、まあ、そういうようなところも含めて、あのこうみまあ、民度を上げていくといいますかあの、そういうような取り組みを着実に進めていくというようなことであの、推進をしていくのではないかなというふうに考えているところでございます。以上です、はい、薬師道夫君 時間になりましたのであの、終わらなければならないんですけど、話はここで終わるわけではなく、これからも先もあの未来の次の世代の子どもたちのためにも、しっかりの私どもが議論をさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます、ありがとうございました、はい、以上で参考人に対する質疑は終了いたたししました参考人の方々には、長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。 委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます午後一時に再開することとし休憩いたします